どうも皆様ごきげんよう、コメンです。それでは遊戯王デュエルモンスターズレガシーオブザデュエリスト続きをプレイしていこうと思います。今回はゼアルの囚われた仲間の絆というところから再開になりますね。もうそろそろ終わりじゃないこれ。あれちょっと待って、あと4つ、ごめん、もうちょっとあると思った。じゃあ今回終わりを目指しましょう。はい、囚われた仲間の絆。はい、バリアン7校全員が人間の姿で現れた。下世顔してんな。そしてシャークはそちら側についたの。そうだね、シャーク。そんな風に呼ばれていたのは随分昔のことに思えるぜ。どうした？だが今の俺はシャークでもリョウガでもね、俺はナッシュ、バリアンのナッシュ。バリアルポーズ、バリアルポーズ、あのメタモルポーズ的な。わあ、お口がないのね、シャークさん。真のギャラクシーアイズ使いミザイル。すべてものは我が手の中。ギラ軍、何ジャイアンだなお前。うなる拳が神を向くだかありと。お前、神のもとに集まったやつらじゃないの。そうだな、ベクター、お前はもう本当説明いらんな。ああ、なし。あら、灼熱の太陽さら、瞬血凍結の氷の剣、メラ。もう、なんだ、みんなどうしたどうした、みんな中二病全開ね。白きたてドル。ドルベってあのなんかデュエリストのデュエリストチップに乗っ取ったあのちょっとかっこいいサッカーやってそうな人だっけ。バリアンをまとめるのがナッシュなの。バリアン7号はそれぞれ戦うユーマの仲間たちを倒した。あらあらあら、顔だけだしさ、そのままフェードアウトすんなよ。アスララはユーマとバリアの7校とどう戦うか相談したと。バリア7校と戦うのに、それはドンサーザーの直接我々の手で倒すことだと。ドンサーザーの、それはバリアの神かの力は遥か昔に封印されたと。だがこの地上の状況を見る限り、その力は蘇っているようだ。おそらくドンサーザーは7校を操り自らの力を復活させた。あのなんか神をもう拳で砕くみたいなこと言ってたけど、大丈夫か。ドンサーザーの、ドンサーザーのそいつ以下なんじゃないか。ドンサーザンドコースが車、そいつを倒せば7校と、7校と戦わなくて済むんだなと。なるほど。ユーマとアストラル、小鳥の3人は飛行船でバリアン世界で向かった。小鳥？その一方でベクターはドンサーザンの命令でバリアン7校全員を吸収しようとしていた。ベクター、ベクター、あらら、メラグ、アリと ギラグ、ドルベはすでにその手に落ち、次にベクターが狙われ、狙うのはナッシュだ。食らいすぎて少々もたれていたと。腹ごしらえてめえぶっ潰し力をいただく。どういうことなの。これほどまでに誰かを憎いと思ったことはない。そうですね。プレイヤーデッキ新しく作りました。プレイメーカーコード、リンクモンスターデッキですね。ただまあちょっと初めてリンクモンスターのデッキ作ったんですよ、本当に初めて。なのであのどのカードが本当に必要なのかって全然取捨選択ができてなくて、必要そうなカードを60枚なんか選びに選び抜いたっていう感じですね。こっから不要なモンスターカードをどんどん圧縮していきたいなーっていう感じですね。何、気持ち悪い。アンブラル・ウィル・オー・ザ・ウィスプ。ウィル・オー・ザ・ウィスプ、そんなやんじゃないっしょよ。もう、完全なる陰気じゃん。どうしようかな。特殊召喚できるやつからの方がいいよね。このカード直接攻撃できず、そうだね。このカード、モンスターカードに存在する限り、300アップする。はい。で、これは、このカードを手札から召喚する。だからリンクスレイヤーをまず召喚、特殊召喚で、ブートス、あれ待ってよ、自分フィールドにサイバースモンスターを召喚された時に発動できる。あれ、自分フィールドにサイバース属モンスターを召喚された時に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。そっか、今特殊召喚されたから効果が発動しなかったのか。カードの効果を発動しましょうね。はい、
攻撃表示入るぞ。何？このカードが特殊召喚に成功した時に発動できると。特殊召喚に成功したわけじゃないからトークンは出ないのか。なるほどなるほど、 OKOKOK よし。だが今3体揃ったね、うん、ではではではどうしようかな。エンコードトーカーがいいかな。トランスコードトーカー、X コードトーカー、トーカーカードをある程度集めてみましたよと。でも手札の中に通常モンスターがいるわけじゃないから、あれ、あのカブトムシみたいなカード入れてなかったっけ。俺入れてないっぽいな。自分フィールドのインクモンスターの攻撃力に対抗する。とりあえずこれで様子見る。いや、エンコードトーカーにするか。エンコードトーカーにしましょう。はい、本当は攻撃力だいぶね、リンクしない方が総量的には攻撃力は上がってたんですが、まあ強力なリンクモンスターを召喚して後々に備えましょう。はい、また攻撃表示のこのカードが戦闘によって破壊されて墓地に送られた時、このカードを破壊したモンスターを破壊する。あ、まあでも敵の攻撃によって破壊されていたら大して変わらなかったか。相手の効果をちゃんと読みなさいってことだね。どうしようか、ストームサイファーにするか、ピンポイントガード、ここに置いといてストームサイファーを出すと。特殊召喚は今回のターンはできないけれども、とりあえず普通に攻撃してと。2400だからね、なかなかいけますね。うん、 OKOK でターンエンド。守備表示か、いいね。リビングテッドの呼び声、これも伏せといてと。ランチャーコマンダーかな。はい、うん、攻撃力をこう上げてくれるのは嬉しいけれども、今は打点を稼ぎたいので普通に攻撃します。このカードは直接攻撃できず、あ、直接攻撃できずか。まあいいや。そうだ、直接攻撃できないんだったら攻撃表示のモンスターを攻撃した時だけ打点が稼げるんだった。遅すぎた奥。かわいいな、こんなカード見たことねえ。完全に遠足に遅れちゃってんじゃん。カードの効果発動します。発動します。はい、エンコードトークやろ。あ、そっか、エクストラゾーンには置けないのか。まあいいでしょう。サモンダイスしてみる。ほらよ、バクチバクチ。1、だけどまあ特殊召喚にはならんのか。まあ召喚って書いてるもんな、残念。どうしようか。
待って、攻撃力は2700、1700。これはない。あ、そういうことか。リンク切り、あ、待って。あ、通常モンスター行ったらもね。リンク2で2000とかになるんだったらいいんだけどね。これとかいいか。よし、じゃあこれ、でも召喚できる？あ、できるね。OK。フレームアドミニスター。じゃあこれをリンク召喚しましょう。どんぐりどんぐりと、ランチャーコマンダーよりはストーンファイ。なんかこうちょっと動きがぎこちない気がするんだけどさ、自分自身でもしょうがないね。はい、では行きましょうか。直接攻撃はできないから、あおー、ほほほほほ、まあ、じゃあエンコードトーカーで攻撃しましょう。ちょっとびっくりしたよ今。OK。 まあそうだよね、攻撃3100は伊達じゃないからね。おっと、攻撃力2000の通常モンスターが来ちゃいましたね。より確実に倒せるようにしとこうか。守備力2000オーバーのやつってそんなにいないと思うんだけど、うん、いなかったね。なるほどね、さっきの突進があるから攻撃表示でわざわざ召喚したのか。はい、OK。 はい、ありがとうございました。お前は負けたんだよ。 OK。 混沌たる存在ドンサウザンド高麗とベクターが敗れ、ドンサウザンドが力を取り戻すべく再び現れたと。お前はもう用済みだと。シンゲス、新たな世界の夜明けよと。我はすでに一つの世界となった。ん？我はすでに一つの世界となった。え、お前自身がってこと？よくわからん。今まさに地上世界とバリアン世界が我の力によって融合者、もう融合者、もう官僚系ですか。アストラル、つくもユーマン、お前たちの魂も我がもらう。これにて我は全ての力を手に入れ、真の神となるんだ。まだ神ではないんですか。最後の決着をつけるぞ。わあ、わあ、アルティメットエクシーズチェンジゼアル。ごめんね、エクシーズしないんだわ。リンクなんだわ。全部食らっても4歳でしょ。耐えろ耐えろ、今は耐え。あったあった、もう一回やります。デッキがね、もう60枚になっちゃってるっていうのも悪い点だよね。40枚までちゃんと厳選して欲しいカードがちゃんと来るように調整していれば、もうちょっとまだ勝ち目あると思うんだよ。これでもし負けちゃったら、まあ、考えましょう。ドットエスケーパー攻撃表示召喚、バックアップ、待って、リンクリボーか、あ、リンクリボーか、リンクリボーは今はいいかな。バックアップセクレタリーを召喚と。OK。 で、まあフレームアドミニスターかな。OK です。
で、ドットスケーパーの効果を発動して、いや、まあ、あまり深く考えないでおこう。トランスコード投下。OK。で、今ここに3枚あるんだよね。どうしようかな。今はこのままでいいか。よし、まあ、いいでしょう。じゃあ待って、効果はそれできる。ああ、そっか、効果発動してモンスターを召喚することできるんだっけ。はーい、よし。では改めて、フラッキー、攻撃力の低いモンスターから攻撃をな。バカなことした今、フレームアドミニスターがやられた後だから、トランスコード投下の攻撃力2300に元に戻ってんじゃん。やっちゃった今。エクシーズね。真相理上ラグナゼロ倒すの結構めんどくさいんだよな。もともとの攻撃力と異なる攻撃力を持つモンスター一体を選択して発動できる。選択したモンスターを破壊しデッキからカードを1枚ドローする。レディーデバッカーを召喚して効果を発動で3以下でしょ。手札に加えるだから、特殊召喚する条件が揃っていてくれないと困るかな。バックアップセクレタリーにしましょう。で、バックアップセクレタリーを特殊召喚で、サイバネットリカバーは出しといて、どうしようかな。リンクリボーは出せない感じか。フレイムアドミニスターを出しておこうかな。もうさ、なんだ、今向こうに出ているエクシーズモンスターに関しては、エクシーズ素材をなんとかしても取り除かないとどうしようもないもんね。取捨蘇生で、おや、フレイムアドミニスターは選択できないの？何故？レディーデバッカーの効果をさっき使ったからな。この単位によってバックアップセクレタリーって特殊召喚したっけ。それがもうあんまり覚えていない。
召喚してたみたいっすね。もうどうしたもんかな状態。フレイマーアドミニスターとドットスケーパーでトランスコードトーカーを召喚で効果を発動してフレイマーアドミニスターを召喚で、あともう一体あればなんとかいけるんだけどな本当は。2800、2700でしょ。ダメだ、なんともしようがねえ。相手にエクシーズの効果を使ってもらって素材、なんとかするしかねえ。多分効果使ってくるでしょ。あれ効果使ってこなかった。あれなんで1316このカードをエクシーズ素材1つ取れますが、相手フィールド上に表側表示でこう、すみません、元々の攻撃と異なる攻撃力を持つ。選択者モンスターを開始デッキから1枚ドローする。この効果が相手ターンでも。なんで攻撃してこなかった。え、わかんねえ今の。なんでだ。まあいいや、してこねえんだったらやっちゃうよ。ロム・クラウディアの効果を発動させますと。ドットエスケーパーかな。で、バックアップ製クーレタリーを召喚して、今ね攻撃力なんか下手に上げたりとかすると怖いから、ちょっとリンク召喚をやめとこうか。あ、破壊できた。え、何だったの。俺がさっきまで悩んでたのは何だったの。めっちゃ無駄に悩んでたじゃん。あらら、どんどん破壊するじゃん。ドラゴネットかな。はい、手札デッキからレベル2以下の通常モンスター一体を守備表示で特殊召喚するって言ってるけど、特殊召喚されたから今のは無効になったのかな。まあいいでしょう。ようやく打点稼げるね。ああめっちゃ考え抜いて疲れたわ。めっちゃ考えてるじゃん向こう。テクスチェンジャーか。ドットスケーパーかな。はい、でもって、はい、リンク召喚エクスコードトーカーにしましょうか今度は。はい、ほい、はい、で真ん中にリンク召喚しましょうか。はい、 OK。 エクスコードトーカーの効果を発動させますか。そうですね、一応。OK、
で、はい、トライゲートウィザードが総合リンク状態が2つなので、うん、相手のカードを1枚除外できます。 OK です。よし、これで終わったんじゃないか。いやー、ようやく終わった。長かった。バカな、我が敗北するだと力が抜けた感じで読んだ。申し訳ない、お前の野望は完全に崩れ去ったぜと。我が滅びようともまだ本当の呪いを解けてはいないと。お前たちはすぐにそれを知ることになると。カオスこそが命の源、カオスは無限なのだ。なし、分かっておろうなと。なし、しゃくても呼ぶな。ああ、お前が最後なの？いや、まあいいけども。じゃあ、まあもう最後までやっちゃいましょう。はい、これは一体。地上は完全にバリアン世界と融合した。融合したと。うん、ここはその世界とアストラル世界をつなぐ場所。中間にあるのね。今、二つの世界は引き合っている。このまま放っておけば、やがて二つの世界がぶつかり、あ、崩壊するやつ。アストラル世界を滅びるだろう。俺がドン・サーザンドの力を受け継いだからだと。それは忘れたのか、俺はバリアの戦士、お前の敵だ。宇宙にある全ての魂へのランクアップを目指して作られたのがアストラル世界。だがその過程で出来の悪いものが切り捨てられていく。それがカオスであり、その力がバリアの世界を大きくしていった。ええー、じゃないよ、お前ゴミクズなの。チリアクタ。俺たちの世界はいわば落ちこぼれの集まりさ。やっぱそうでしたか。だがよ、俺はバリアン世界を見捨てることはできねえ。あの世界にも俺の仲間はいる。かけがえのない仲間だと。アッサラの使命、それはヌメロンコードを使いバリアン世界を消滅させること。二つの世界が一緒になれば力の弱くなったアッサラの世界を消滅するだろうと。なるほど。結局もうデュエルで勝敗を決めるしかないのね。 C を消するしかないわけね。まあいいでしょうとか言いつつ、多分遊戯王の世界だから多分2つの世界は共存して終わると思うんだ。わーお、無理だね。さあどうなる？あ、そうなるよね。いや、どうしようもねえな。どうしようもねえな。ちょっと一回ストーリーデッキでやってみるか。いやー、もう全然ダメだ。はい、負けました。でも全然来ねえし、本当に来ねえな。どうするか。さて、じゃあ希望方法をもう出しておきましょうか。
そうか、バトルはできないんだもんね。さて、どう来るかな。お、お、一応またさらに、カードの効果をしますか。シンクロ素材にできないけど、まあ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 、でも出しておきましょうか。チェンしません。守備表示で出しておきましょう。シンクロ素材にはできないんだけどね。あ、でもエキシーズ素材にはできるのか。ほい。さてと、じゃあバトルしましょうか。このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、このカードを墓地から攻撃表示で特殊召喚することができる。なるほど。あ、でも1単に1路しか発動できないのね。分かった分かった。じゃあもう1回やればいいんだ。はい、さよなら。 OKOK、 もう戻ってくんなよ。さて、ではあとはランクアップマジックが来てくれれば、まあなんとか勝てるのかなって感じだね。さあ、相手がめちゃくちゃ考えてます。ビッグジョーズ、守備モンスターを攻撃してくるかな。ああ、エピシーですね。ブラックレイランサー、また初めて見るカードだ。いや、まあ破壊されても別に。なるほどね。まあ今は倒せるんじゃないのかな。あ、いいねいいね。表側表攻撃表示で召喚することができると。はい。おや、相手の攻撃誘うために攻撃表示にしておこう。さあ、いける。 OK。 ここで突進とか出てきたらどうしようかって思った。お、マジか。いいえ、はい、じゃあ大変だね。さあ、どうする。お、普通に攻撃していったね。いや、強制脱出装置はね、もっと強いモンスターが来た時に一気に使いたい気がする。一応攻撃表示で出しておきましょうか。効果発動させても意味ねえんだよな、今は。よし、じゃあ発動しません。 OK。 一応攻撃してみよっか。お、倒せたね。 OK です。
じゃあ打点を稼いでおきましょう。OK、いいよ。お、浮上か。で、特殊召喚してくるんじゃない？で、またエクシーズとかしてきそうな気する。してこない。なんか向こうも必要なカードが揃ってない感じだね、これね。問いないと。このカードはデッキから特殊召喚できない。相手フィールド上のモンスターの数は自分フィールド上のモンスターの数より多い場合、このカードは手札から特殊召喚することができると。成功した場合、問いないと。手札から問いないと特殊召喚できると。いやまあ、今なんか急いで特殊召喚しないといけない場合はないかな。突破できなかった。まあいいでしょう。はい、ソウルチャージね。ソウルチャージしたところで何もいいことない。おっと、攻撃力1400程度で攻撃するのはちょっとよろしくないかな。はい、ターンエンド。お、来たね。来た来た来た。飛んでける。あーでも破壊はされちゃうのね。このターンってもしかしてバトルできない感じ？おう。本当だ、自分はバトルフェーズを行えないって書いてある。オッケーオッケー。手札を1枚捨て、相手フィールドのカードを1枚捨て。デッキの一番上に戻すと。なるほど。問いないとかな。攻撃表示で出して、はい、大丈夫です。ちゃ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 。で、希望をホープでいいよね。いや、白天マスカイペガサスにしようか。
相手のターンには発動はできないみたいだけど、うんうん、よしよし、これで向こうがなんか変なカード出してきたら、まあ効果を発動して、ああまあ攻撃する必要ないんだけどね、今なんかスカイペガサスの効果でまあちょっと嫌がらせしていこうかな。おお、ブリッキン魚まだ来る。今トラップ発動できない、うん、できますね。今のうちに消し飛ばしておこう。はい、さよなら。もう何もできまい。あ、微妙、うん、ギリ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 足りない。これ希望オーホープだったらもう終わってたパターンだ。でも相手も手札ないからね、もうね。ようやく開始1時間10分20分ぐらいでようやく勝ったナッシュに疲れたよー。ガガガカイザー、ガガカイザー出しても、でも攻撃できないんだよこいつね。うん、そうだね、うん、うわ、攻撃力の高い方で攻撃しましょう。いい加減それ覚えないと。いや疲れた。よし、終わった。ようやくだよ。人は大抵成長する中で大事なものを捨ててしまう。だけどお前は絶対捨てるなよと。人を信じる力、諦めない心を絶対に捨てるんじゃねえぞと。お前たちの導く未来を見てみたかった。お前たち最後に最高のデュエルができてよかったぜと。シャークとの悲劇的なお別れとともにアストラルは100枚全てのナンバーズを集めた。シャークとお別れしちゃったの。これが全宇宙の過去と未来が刻まれているカード、ヌメロンコード。ヌメロンコードを書き換えることが私の使命と。え、何を書き換えるの。私はバリアン世界を消滅させると。バリアン世界はカオスの根源、それを残しておくことはできないと。何かの犠牲の先に未来なんてね、お前分かってたんじゃねえのかと。私の答えは分からない。バリアン世界を消滅させる、それが私の使命だ。君が私とヌメランコードに書き示す未来をそのデュエルにかけるというか。私には全てのナンバーズが揃っているよ。この世界の誰も私には勝てない。それでも戦うかと。勝ったら俺に従えと。アストラルと勝負するのね、最後。なるほど。ああ、もう収録時間がね1時間40分いってんですよ。やりましょう、やりましょう。始めるぞユーマと。ストーリーデッキでいくよ。じゃんけんはとりあえずこっちが勝ったね。オッケー。結局さっきのシャークもキーカードが来なかったがために負けたな。ブラックホールめっちゃ持ってるね。禁止カードじゃないの、ブラックホール2枚も入れててね。これ、このカードを戦闘に破壊墓地に送られた時に2の数だけ特殊召喚する。ほう、
ほらよ、まあ、戦闘での破壊じゃないからね。さあ行け。その後守備表示になると。あれならない。あ、特殊召喚ね。あ、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。 OKOKOK。 さあ来い。特殊召喚してくるか。してきたね。何これ、ジェネティックワウ。希望をホープをお前が使ってくる。え、待って、俺希望をホープもしかして持ってない。このデッキの中に希望をホープ含まれてない、もしかして。可能性はある。うん、わあ、助けると。モンスターが戦闘を行うバトルステップ時、墓地のこのカードをゲームから除外し発動できる。そのモンスターの攻撃を無効にすると。相手のターンでも発動できると。今はちょっと様子見ようか。まだ何かしてくる可能性あるし。お、たった来たか。カオスか、カオスか。違う、なんだそれ。ナンバー99、希望王流ホープドラグーン。お、出動しますか。出動させましょうか。よし、 OK。お、いいですね。アイスダーボルト。オッケー。こっちのエクストラデッキには何があるの？ガグガマジシャンだけか。このターン、このカードが相手モンスターを攻撃するダメージしてくる。このカード。ああ。なるほどね。とりあえずじゃあこれ攻撃表示にしといて、で2体とも攻撃して、でメインフェーズ2に移行して、ここでエクシーズすればいいんじゃない。これを守備表示で出しておけばいいと。2400だからそう簡単に突破できないでしょう。そして効果発動して、あー、なるほどね。はい、800、 OK。 オノマトペア。手札を1枚墓地に送って発動することができる。デッキから以下のモンスターのうち1体ずつ合計2体まで手札に加える。ズババと名前のついたモンスター、ガガガと名前のついたモンスター、ゴーゴーと名前のついたモンスター、ドドドとモンスターのつ。なるほど。これはでも発動してもいいかもね。
で、助けるとも墓地に送って、うん、攻撃力のできるだけ高いモンスター入れたいね。まあまあまあどうしよう。攻撃表示のままで出し続けられる555コースにしておく。で、ズババナイトとかにする。よし、555ゴーストを出しておいて、ガガガガンマンを攻撃表示に変更しておこうか。で、効果発動して、このカードが相手モンスターを攻撃するダメージステップの間、この攻撃力が1000アップだから2500になるから、多分突破できるんじゃないかな。カードの効果は恐ろしますか。何の効果。あ、助けないと、もしかして。ああ、いや結構です。なんで自分自身の攻撃を無効化しないといけないんだ。あ、やべ、特殊召喚される。あーはん、特殊召喚されてしまった。はいよ。OK です。ガガガボルト、でもズババと555なんだよね。あ、待って、ガガガガンマンいるから使えるじゃん。よし、じゃあ使っておこうか。はい、さよなら。よし、じゃあ終わらせようか。勝ったー。お、アストラル、お前は1回で終わるんかい。見事だったユーマと。初めからバリアン世界を滅ぼすつもりなんかなかったんだろ。別れの時が来たら俺が悲しむって知ってたからわざわざ嘘ついてた。憎まれ役を買って出れば誰も悔いのないようにこの世界をされると思っていたが、君には見透かされていたかと。君の笑顔が大好きだったと。その翌日、ユーマは学校で仲間たちと会った。すべていつも通りに戻った。ただしそこにはアストラルの姿はなかった。でもシャークたちもいないでしょ。アストラルはヌメロンコードを使ってバリアの7個を人間の姿に戻したんだ。なんでや。みんないるんかい。なんだ、物語では語られないけど、まだまだなんかトラブルはあるわけですね。つくもユーマの戦いはこれから先もまだ続くという、なんか打ち切り漫画的な終わりですね。OK、まあとりあえずようやくゼアルはこれで終わりましたね。次はアーク5か。アーク5か。あとはもうアーク5だけだね、終わってないのね。ブレインズはね、リンクカードが欲しいがために先にちょっとプレイしたんですけど、まさかのストーリーがないというのが後で判明しまして、まあもうだからもう 100% までやっちゃいました。だってさ、3つしかないんだぜこれ。これあれ、いや、もうリンクモンスターなんかもう普通他のなんかショップに混ぜとくだけで、なんかストーリーっていうか、ここにシリーズをわざわざ入れる必要もなかったような気がする。じゃあ残すところアーク5だけですね。アーク5だけ。はい、もうすぐ終わりだね。ようやくもうこれで残り 20% といったところですね。うん、OK。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。